エソは、競技にはヒメメ、エソかシナドンきれいに分類される魚の総称。なお、講義には、ワニトカゲギスメ、ヒメメ、裸カイワシメなどの魚の総称としても使われる。生魚の全長は10センチメートルほどのものから70センチメートルに達するものまで種類によって異なる。噴が短く、頭の前方に大きな目がつく。目の後ろまで、 大きく開く口には小さな歯が並び、獲物を逃がさない。体は細長く、断面は丸く、円筒形の体型をしている。鱗は大きく硬い。ヒレは体に対して比較的小さい。背びれと尾ひれの間に小さく丸い脂びれを持ち、これは鮭、鮎、裸岩師等と同じ特徴である。爬虫類を連想させる体つきであり、和妙にワニエソや、 トカゲへ外ついた種類がおり、英名でも、リザードフィッシュやスナックフィッシュなどと呼ばれる。全世界の熱帯、亜熱帯海域に広く分布する。全種が海産だが、河口などの寄水域に入ってくることもある。多くは、水深200メートルまでの浅い海に生息する。昼間は海底に伏せるか砂底に潜るものが多く、夜に泳ぎ出て、獲物を探す。食性は肉食性で、貝類。 多毛類、糖食類、甲殻類、他の巨類など小動物を幅広く捕食する。主に底引き網などの沿岸漁業、沖合漁業で漁獲される。釣りでも漁獲されるが、餌を主目的に釣る人は少なく、多くは下道として上がる。鈴木、マダイなど大型肉食魚の釣りエアルアーにかかる場合や、あるいはキス釣りなどで釣れた魚に食らいつく場合がある。肉は、白身で、 質もよく微味である。ただし、硬い小骨が多く、3枚におろしてもそのままでは、小骨だらけで、また骨切りしても、小骨自体が太くて硬いためハモのように美味しく食べることはできず、一般的な調理をして食卓に並ぶような魚ではない。調理方法としては、骨切りした上ですり身にして、揚げ物にするか、手間がかかっても根気よく、骨抜きをして調理するかである。一方、 魚肉練り製品の原料としては、癖のない淡白な味で歯応えも良いため、最高級品として重宝され、市場では関連業者がほとんどを買い占める。また、赤い素族などンゴ礁に生息するものもいる。これらは、スクーバダイビングでの観察や、撮影の対象となる。大分県佐伯市の郷土料理である駒だしや、駒間出し、や愛媛県宇和島の郷土料理、覆面の主材料として使われる。 シラス漁で稚魚がしばしば混入することがある。四属のみだが種類は多く、日本近海産だけでもこれまでに24種が記録されている。従来の種から別種として分けられたマエソなどの例もある。また、深海エソ属バサーソリスなどをエソ科に含める見解もある。赤エソ属の一種ヒメメエソ科の魚以外にも、ワニトカゲギスメの横エソや、ホーネンエソ、 あるいは同じ姫メ,メの青めいそ、丸青めい長ずえそ、深海エソなど、和名に、エソがつく魚は多い。また、裸岩しめの魚は大きな目と口、油びれなどの共通した特徴を備え、かつては姫メ,メと同一の目として分類されていた。これらは、深海魚で、姿は似ていても、比較的浅い海に生息する、エソかとはまた異なる外見や生態が知られる。 以下のような特徴があり、異形の深海魚としてよく紹介される。ただし極端な深海に生息するものはかえって目や発光期間が退化しており、日周延直運動もしない。ウィキメディアコモンズには、エソカに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。